ロイ・キャンパネラは、アメリカ合衆国ペンシルベニア州フィラデルフィア出身の、プロ野球選手、右投げ右打ち。愛称は、カンピ、リーグ最優秀選手を3度獲得。ドジャース在籍10年間でチームを5度のワールドシリーズに導いた。イタリア人の父と、アフリカ系アメリカ人の母を持つキャンパネラは、1937年に15歳で、ニグロリーグのワシントンエリートジャイアンツに入団。 チームのスター選手になる。またこの頃は時折、メキシカンリーグでも野球をしていた。1946年に、キャンパネラは、ブルックリン・ドジャースとマイナー契約を結び、当時のクラス B リーグのナシュア球団に所属。同年、キャンパネラは、前任のオルター・オールストンから、監督職を引き継ぎ、アフリカ系アメリカ人としては、初めての監督職を務めている。百五十三年、 ジャッキー・ロビンソンがデビューした翌年の1948年26歳でドジャース昇格を果たす MLB でも打力に加え機敏な守備、強権など総合力の高さを発揮し翌1949年にはオールスターゲームワールドシリーズへの出場も果たした。1951年には打率325、108打点を挙げリーグの MVP に選ばれた。 1953年には142打点、103得点、41本塁打で2度目の MVP を獲得。3度目の MVP は1955年で、この時は打率、318、107得点、32本塁打を記録した。同年のワールドシリーズでは、それまで何度も対戦し敗退してきたニューヨークヤンキースと再び対戦。 キャンパネラは2勝先行された後の第3戦と第4戦に本塁打を放って対戦成績をタイに持ち込み念願だったワールドシリーズ制覇を成し遂げた。1957年シーズン最終戦、ドジャースのエベッツフィールドでの最終戦に出場する。この年のオフに交通事故が元で現役を引退したため、この試合が彼の現役最後の試合となった。 1958年シーズン開幕前、ニューヨークのハーレムで酒屋を営んでいたキャンパネラは、車を運転して店から、ロングアイランドの自宅に戻る途中、路上の表辺にぶつかって横転する事故を起こした。この事故で下半身麻痺となり、以後修正者椅子での生活を余儀なくされた。最初は手も動かせない状態であったが、懸命なリハビリに取り組み、両手を動かせるまでに回復した。 1959年には、ヤンキースとの引退試合が挙行され、キャプテンの P.W. リースが押す車椅子に座ったキャンパネラが登場すると、本拠地ロサンゼルスメモリアルコロシアムを埋めた9万3103人の大観衆は、一度もロサンゼルスでプレーすることのなかった、名捕手に大歓声と総立ちの拍手を送り、キャンパネラは涙が止まらなかった。この試合は、非公式戦であったが、 MLB 史上最多観客を記録した試合として、半世紀近く記録に残った。が同じロサンゼルスメモリアルコロシアムで開催され、米国スポーツ史上最多、そして世界の野球史上でも最多となる115,300人の観客を動員し、更新された。キャンパネラの背番号、39、ロサンゼルスドジャースの永久欠番に1972年、指定。 1969年、投票により、アメリカ野球殿堂入り選手に選出された。アフリカ系アメリカ人関係の選手としては、チームメイトだったジャッキー・ロビンソンに次ぐ栄誉だった。その3年後の1972年6月4日に、キャンパネラの背番号39が、サンディ・コーファックスの32、ジャッキー・ロビンソンの42と共に、ドジャース初の永久欠番に指定された。 その後はカリフォルニア州に今日移し、フルスドジャースのアドバイザーとして車椅子飲みながら長くチームに携わっていた1993年6月26日に心臓発作のためカリフォルニア州ウッドランドヒルズの自宅で死去。ありがとうございます。